こんな時はどうしたらいいのかな。レーナーさん、レーナーさん、ん、こんな時はスクラムフォースじゃ。スクラムフォース、スクラムフォースって何ですか。スクラムフォースを知らんのか。世界で1台しかない特殊消防ロボットシステムじゃ。え、世界で1台、すごい。そうじゃ、スクラムフォースは大型コンビナートなどの大規模火災が発生した際に人間が近づけない状況で活躍する特殊消防ロボットシステムじゃよ。すごい。このロボットたちが消火作業をするんですか。さすがレナさん、その通りじゃ。今日は実際にスクラムフォースの活躍を見学してくるのじゃ。やったー、では行ってきます。ビューン。ここはどこだろう。ここは千葉県の市原市消防局じゃよ。見てください、消防車がいっぱい。大きくてかっこいいね。いやー、これから訓練があるんじゃよ。今は出動前の点検をしているんじゃ。ライトやサイレンがちゃんと鳴るかをちゃんと確認するんですね。そうなんじゃ。消防車は不備があると出動できないので、毎日朝と夜の2回も点検するんじゃよ。いつ災害が起きても対処できるようにちゃんと準備を怠らないんですね。そうなんじゃ、さすがレナさん。よしよしよし。さてさて、スクラムフォースの点検準備が終わったようじゃよ。これから訓練に向かうので、レナさんも一緒に見学させてもらいなさい。訓練、いいんですか。わーい、しっかり見てきます。さあ出発じゃ。訓練センターにこれから向かうので、レナさんも現場に急行じゃ。ここは市原市の総合防災センターじゃ。スクラムフォースはここで実際の火災を想定した消火訓練を行っているんじゃ。みんなお待たせじゃ。スクラムフォース搬送車が到着じゃ。スクラムフォース搬送車は横幅が 2.5 メートル、長さが 11.4 メートル、高さが 3.8 メートルもあるんじゃよ。おお、レナさんよく来たな。全速力で走ってきました。そしてこれすごいですよ、見てください、こんなに大きい。これが長野スクラムフォースでございます。あれ、そういえばトミカのスクラムフォースには他のロボットがいたのですが、このコンテナの中にいるんですかね。もちろんじゃ。スクラムフォース搬送車のコンテナの中にロボットたちが収納されているんじゃよ。ロボットの搬出準備が整ったようじゃ。それではロボットたちを紹介するぞ。うわーい、楽しみです。まずは空から偵察の役割をしてくれる飛行型偵察監視ロボットスカイアイじゃ。災害現場上空を自立飛行して災害状況を偵察監視するんじゃ。人間が見えない空から偵察してくれるんですね。お次は陸からの目の役割の走行型偵察監視ロボットランドアイじゃ。ランドアイは災害現場を陸から自立走行して偵察車輪とキャタピラを使い分けて走行困難な場所でも走行するんじゃよ。障害物を避けて走行するなんてすごいですね。そして実際に放水活動する放水砲ロボットウォーターキャノンじゃ。ウォーターキャノンも自立走行して放水位置まで移動して放水活動するんじゃよ。水を実際に反射するのがこのウォーターキャノンなんですね。銀色で超かっこいい。最後はホース延長ロボットタフリーラーじゃ。タフリーラーはウォーターキャノンの後についてホースを自動送出し、
水源から水を確保する役目なんじゃ。水を吸い上げてウォーターキャノンに水を送る役割をしてるんですね。そうなんじゃ。このメンバー4体と搬送者が揃ってスクラムフォースなんじゃ。みんなで連携して消火活動をするんじゃよ。うわー、かっこいい。それぞれに役割があって消火活動をするんですね。そうなんじゃ。だからスクラムフォースのロゴにはみんなの安全を守る盾の中に4つのロボットの特徴がモチーフとして入っているんじゃ。さらにスクラムフォースの頭文字を取った SF の文字が入っているんじゃよ。うわー、かっこいいです。スクラムフォースのロボットについて一つ質問いいですか？おー、構わんよ。何でも聞いておくれ。スクラムフォースの配送車は赤なのに、なんでロボットは銀色なんですか？おー、いい質問じゃ。ロボットが銀色なのは熱に強い色だからなんじゃよ。なるほど。とっても暑い場所で消火活動をするから暑さに強くないといけないんですね。その通りじゃ。よくわかったね。さすがじゃ、レナさん。それでは準備が完了したみたいなので、実際の訓練をよく見とくんじゃよ。うわー、楽しみです。それではレッツゴー。まずはランドアイが地上から、スカイアイが空中から、それぞれ災害の状況や現場付近の障害物などの情報を収集するんじゃ。なるほど、偵察機なんですね。え、見てください、隊員さんたち作業されてますよ。めちゃめちゃかっこいい。ランドアイとスカイアイから得られた情報は搬送車の中にある指令室のシステムに送られて、隊員さんたちがウォーターキャノンとタフリーラーの放水位置を決めるんじゃ。続いてウォーターキャノンにタフリーラーのホースを結合させて、ウォーターキャノン、タフリーラー2台で自動走行していくんじゃ。放水位置へ到着すると、ウォーターキャノンは放水の準備を、タフリーラーはホースを延長しながら元の位置まで戻るんじゃ。うわー、見てください、タフリーラーがちゃんと戻ってくるね。あれ、この赤い消防車は一体何ですか？はぁ今日の訓練のために呼んだんじゃよ。ドラゴンハイパーコマンドユニット、大容量送水ポンプ車じゃよ。実際の災害現場では川や海などから放水用の水を使うんじゃ。そのために今回のような送水ポンプ車が必要なんじゃよ。なるほど、海や川からポンプ車で水を引っ張って、それをタフリーラーにつないで水を送るんですね。レナさん正解じゃ。仕組みが分かるとトミカの遊びがぐっと楽しくなりますね。よし、おお、水の汲み取り準備が整ったようじゃ。最後に放水情報を指令室からウォーターキャノンに送ると、ウォーターキャノンが自動で放水を開始するんじゃよ。うわー、ホースが膨らんで水が送られていってます。今見てください、すごい、こんなに水が遠くへ飛んでいってます。すごい。ウォーターキャノンは普通の放水の約3倍もの距離まで放水することができるんじゃよ。これだから火の近くに行けない時でも消火ができるんですね。レナさん、スクラムフォースがすごいのは放水の距離だけじゃないんじゃ。例えば強風が吹いて消火位置が変化するような状況でも、ランドアイとスカイアイが随時監視して放水方向の角度など情報を送って微調整するんじゃ。スクラムフォースってすごいですね。とっても勉強になりました。それはよかった。それでは本日の訓練は完了じゃ。わーい、訓練完了。ロボットのみんなもゆっくり休んでね。スクラムフォースありがとう。あ、消防士さん、本日は朝早くからありがとうございます。
一つ質問なんですけども、火事が起こったら消防士さんは怖くないんですか？町のみんなの安全を守るのも僕らの仕事だから怖くないんだよ。すごい、これぞ火のヒーローですね。はぁ、疲れた。帰ってきたぞ。はぁ、あ、でも消防士さんたちめちゃめちゃかっこよかったな。あ、消火作業しなきゃ。ブーン、キキーン、スクラムフォース現場へ到着。スカイアイとランドアイで偵察、ブーン、偵察情報を送ります。タフリーラーとウォーターキャノンで放水位置まで移動、ブーン、キキ、はい、放水開始、消火完了。うわー、楽しい。実物の車両を見てからトミカで遊ぶととっても楽しいね。スクランフォースのトミカでぜひ遊んでみてね。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。